キチャンネル。ちょこんにちは。さあドラフト通信も今日は西武ライオンズ編ということで、はい、早々に最下位に撃沈して、うん、で、渡辺監督代行も辞任して、はい、GM も辞めるっていうね、うん、勢いの中で、まあまあどうなるか分かんないけどね、はい、でもまあいいんじゃないね。それが一番ね、あの自分の責任を取るのに、うんね、自分で作ったチームの最後監督になってそれできなかったら、うん、両方自するわね。俺はもうかなりいい選択だと思うけども、はい、ドラフトね、うん、昨年、はい、竹内を3球団重複で指名して取れて、はい、松井前監督ね、うん、いい仕事してね、うん、で、竹内、上田、うん、杉山、成田、宮沢、村田、糸川と、うん、野手1人だけでね、はい、ピッチャーを6人指名して、うん、西武、評価 SS、はい、12球団で一番いいドラフトだったと思いますと、うん、竹内と上田獲得したことで来年の戦力アップは間違いなし、山川次第で大きく戦力は変わる、うん、変わったね。まだ分かってなかったからね。変わったね、はい、大きく戦力ね、山川次第でね、うん、でリリーフ守護神が補強ポイント、大砲系外野手も欲しい、うん、おかわり君の後釜が村田レオン君になればいいなっていうね、うん、ところで、はい、あ結構いい線いってる、当たってんだよ全部、うんね、リリーフがっていうね、はい、松井監督ね、はい、国学院のスクールカラー赤紫のパンツを履いて、うん、くじ引きに挑んで引きましたって言って、どうでもいい話してる。いや、勝負かけてきたってことですかね、そのぐらいね、願掛けして。あの1年後を見ると恥ずかしいですね。トガメ使うと、コントロールよく、完成度の高い、器用でクレバーな投手です、うん。でも、今の西武で貯金作ってんのは、うん、竹内すごいよね。はい、今7勝5敗です。うん、防御率 2.34 だもん、ね、うん、ちょっと最近ね、うん、あの疲れてきてるところもあるかもわかんないけども、もうだってもう新人王筆頭ですよね。でもこっから古者が伸びてきたらどうする。あー確かに。あと金村も、金村もね権利あるから。あー権利あるし、そっか、長谷川とか。でもやっぱ1年通して投げてるっていうのが竹内投手大きい気もしますけどね。だから10勝いったら確定すると思うけど、うん、こう一桁だったらちょっと割れそうやんな。割れそうですね。西武、うん、で7勝っていうのに意味があると思うよね。ありますね、うんうん、正直ね、うん、でもまあまあすごいピッチャーだったね。いやすごいですね。前評判通りのね、うん、本当にすごいピッチャーだった、うん、ね、こっからの伸びしろもね、はい、楽しみだね。とうと、ん、神セブンって言われた中で唯一こうずっと投げてるピッチャーですよね、うん、神セブンもいた。神セブンいましたよ、とうと。いた、いました、いましたね。今年はとうと大学のピッチャーは豊富だって言って神セブンいましたから。俺それ活動してんのかと思ってたけど。そうですか。こちゃんも東院横浜だからさ、とうと神セブン、これ違うグループや。違うグループ、はい、竹内、細野、常広、はい、下村、西立て、うん、で坂、はい、そんなグループ、とうとう神セブン、本当と神セブンだったんですよ。2人とも以上、給与、給与、一人勉強、一人研修生、引っ張ったね、引っ張ったね、すごいわ、本当すごい、すごいです、はい。で次ね、上田大河、はい、大正大から、うん、最近ね投げてましたね、うん、まあいいところ見せて、2軍では 1.71 だからね、うん、いいところ見せてるよね、はい、うん、そういったところでは、うん、来年とかバシッて出てきそうなね、確かに雰囲気あるけどね、うん、で次いで、杉山春樹、はい、これまあ高卒だからね、うん、でも左投げで47番やから期待値高いよ、うん、工藤さんの背番号でしょ、はい、横浜で、ね、あの4.25、うん、2勝3敗、はい、6試合先発、まあ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 、うん、こっからでしょ、はい、そんなね、慌てることなく、うん、期待値も高いんちゃうかっていうね、はい、成田春瀬、怪我、うん、まあ高校生だからね、はい、宮沢大成、うん、アイランドリーグ特進2軍で 5.00、うん、8試合リリーフ、あんま投げてへんの、うん、村田レオン君、おー、来たー、アグレッシブと無茶は違うもんね。もったいないよな、もうあの、うん、あれで怪我はほんともったいなかったよ。そうですね、多分日本で一番喜んだの佐々木チャンネル、うん、多分ね、来たーっていう、ほんとに、ね、だっていろんなところで伊勢のラオウって言っても、うん、全員ピントをずれてるから、はい、理解してくれへんねんな、うん、そうなんですよ、世の中に浸透してなさすぎて、うん、ねえ、うん、
言えばいいのに。ねえ、いやでも本当にね、出てきてね、よかったんですけどね、もったいない。それなのにあのね、フェンス直撃、あんなも怪我したらあかんねんって、うん、ねえ、一気に行くんちゃうかと。2軍で3割5分1厘やで、うん、本当によかったですよ。1軍上がってくるタイミングも良かったしな、うん、こもったいないよな、もう若林と一緒やん、これだったらね。1軍4試合ですね。もったいない、もったいない怪我ですね、うん、で、糸川はい1軍で投げてるよ、いっぱい 9.8 人、うん、2軍で 2.1 人よ。まあまあ、エネオスから、うん、まあ来年かな、うん、まあでも良かったと思うけどな、うん、ね、上田もいい感じで来てるしね、1位2位が、うん、そうそう、いい感じで来てるしね、うん、村田レオン君は惜しかったけどね、うん、あとシンクレア・ジョセフ・コウノスケとか、シンクレア・ジョセフ楽しみですけどね、うんうん、まあ、佐々木チャンネルが唯一楽しみにしてるっていうね、はい、一番ね、はい、シンクレア・ジョセフ・コウノスケ、うん、2軍も試合出てへんや、うん、怪我か、これは完全に。ファン出てますか？え、出てる？ジョセフ4年目だったら、シンクレア別人ですね。多分そんなにもいる。あ、俺ピッチャーのシンクレア見てたわ。違う。じゃあ俺らのシンクレアはピッチャーやから、うん、ジョセフもいんねん。ジョセフもいるのか。これシンクレアだ。シンクレア、これですよ、1年目ですね。うん、うん、そうそうそう。25番、うん、試合出てへんねん。あ、なるほど、うん、でもあの奥村選手が、うん、そのもう育成1、2、3、4、5、6位の奥村選手が出てますよね、うんうん、そうだね。あと俺のジョセフね、うん、あの試合化されるんちゃうかと思った俺のジョセフ、はい、ね、2割9分7人やから、うん、あ、シンクレアの方がってことですよね。そう、シンクレアの方が育成1位の方、育成1位、ね、アイランドリーグから、ね、はい、ジョセフ・コウノスケですね、うん、あとあの、はい、袴田さんの持ってる、はい、持ってる、どうですか、袴田さんの持ってる、もう2割6分クリ、おお、一発ないな、うん、なんかめちゃくちゃポテンシャル高いって聞いてたんだけど、うん、うん、まあまあまあ、こっからだね、はい、正直ね、うん、うん、ちなみに、はい、去年、うん、2022年、はい、昼間、お、吉川、野田、青山、うん、山田、児玉、うん、昼間ももうちょっとやろ、もうちょっとやろ、出てましたよね、試合にはね、もうなんか、うん、一皮、二皮向けていかないと2割2分5厘だからね、うん、そんなスピードもあるわけじゃないけどね、うん、でも2割2分でしっかり打ってるんだけどもね、うん、まあここからね、どこまで成長していくか、うん、吉川2割7分3厘ホームラン1本、まあまあ高卒だから2年目やから、うん、そうですね、まあ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 ね、うん、いい感じになってるし、はい、野田海と、うん、日本の試合2割5分24打数、うん、まあまあまあ、うん、青山、はい、まあ、今年関東もしたしね、うん、まあもうちょっとやな、里田チャンネルを見てくれてる青山選手、そう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 、うん、2.67、1勝4敗、うん、まあもうちょっとやな、でも1軍の1位にはなってますからね、山あり谷ありなんだよ、うん、取られるときにちょっとでかすぎるから、うん、もうちょっと安定的に行きたいね、うんうん、正直ね、山田陽翔、近江高校や、うん、10.20、 あ、ちょっとあれやな、うん、先生の推し加減によりは頑張れてないね、児玉、まあ出るけどね試合、うん、これっていうのがないよな、やっぱり、うん、めちゃくちゃスピードがあるわけでもないし、うん、なんかね、はい、ちょっと小粒感あるな、うん、ね、まあ、ただ一軍ではまあ2人活躍というかね、うん、そうそうそう、まあ、出てるっていう感じで、その前が西武、はい、隅田、佐藤、古賀、羽田、黒田、中山、ここはいいね、ここいいですね、うん、隅田、佐藤も頑張ってるしね、うん、古賀もね、うん、羽田も出てきて、はい、いい感じで出るし、うん、ドラフトはいいね、うん、そっからだね、結局、はい、ね、だって西武のドラフト見ててももういいもん、うん、もう毎回西武のドラフト見て絶賛してますもんね、すごいですよね、うん、あ、でもあれだな、20年が誰も出てきてないね、渡辺、佐々木、山村、まあ、山村がね、うん、今ファーストで、まあ、頑張ってるけどもう一待ち、で若林、大曲、ブランド、中見川、中見川、うん、でここで水上がね買いに行くけど、はい、水上も最初に良かったけどね、うん、ちょっとなんか続かんよな、でその前が宮川、浜谷、松岡、川野、柘植、井上、上間、上間だよね、上間かな、うん、岸ね、でその前が松本、渡辺、山野辺、淡津、牧野、森脇、佐藤龍生、うん、
佐藤ニュース出戻りでね、はい、頑張ってんで、今、うん、で松本、渡辺裕太もやっててきたしね、うん、その前が斉藤、西川やっとこね、はい、今年が出てきて、はい、伊藤、平、与座、阿見島、うん、その前が今井、中塚、源田、鈴木翔平、平井、田村、うん、まあちょこちょこ出てくるけどな、うん、なんか試合出てる感じでなんかこう12球団ハイレベルじゃないもんね、うん、試合出てるっていうだけだもんね、うん、そこら辺がね、そうですね、パンチ力あるんがいないよね、そうですね、特にね、まあ、その前は田和田ね、うん、まあちょっと病気にもなってあれだけどね、うん、でその前は高橋光良ね、殿崎で、その前が森、山川、うん、それすごいですね、うん、でもやっぱ固まっていい選手が多い時期ってありますもんね、最近はそこまでいい選手やね、うん、まあ、一軍では出てるけどみたいなね、うん、もう一山超えてないところがちょっときつさかな、うん、まあ、ピッチャーはいいけどね、うんうん、今西武野手ってこうなかなかこうスター選手って今実際いないですもんね、そうやな、うん、そういったところでもちょっと野手のこれっていうのが伸びてきてないところがちょっと今苦しいところだね、取ってはいるけどね、レギュラーコロコロ変わりますからね、そうだね、うん、まあ、これを見ながらね戦略考えましょう、はい、はい。